昨日、愛知県春日井市の食品スーパーに行ってみると、大勢のお客さんでにぎわっていました。しかし6月を迎えてお店からは悲鳴が。品目的に今ある商品の中の半分ぐらいは値上げ対象にはなってくるかなと思うんですけど、心苦しいですよね。そう、今日から多くの商品の値上げが始まります。カップ麺は小麦が原材料なので、小麦の価格が上がっているので。食用油をはじめ、今日から値上げされる主な商品としては、カップ麺やアイスクリームなど。民間の調査会社によりますと、今年これまでに値上げされた食品は4770品目。今月以降も次々と値上げされ、3615品目増える予定なんです。相次ぐ食品の値上げに主婦の皆さんも。高いだんだん値上がりしてる。麺類も高くなってるけど、確かにいろんなものは高い。子供が食べる量は変わらないので、そう、ね、もうちょっと下がると嬉しいです、ね、特売を活用しながら、お買い物の回数とかも考えながら。長引くコロナ禍で経済回復が見通せない中、家計を直撃する値上げラッシュ。このスーパーでは同じ商品を多く仕入れることで価格を抑えて販売できるようにしていますが、限界が近づいているといいます。お客様にとっても大変になっちゃうんで、あまり値上げっていうのは良くないと思うんですけど、値上げしなければいけない商品はせざるを得ないですね。今日から始まった値上げラッシュ、家計への影響は計り知れません。この状況に声を上げるのが、スーパーに行ってお母さん気づきませんか、食卓の優等生もやしですら今10円上がっている、ケチャップも上がっている、レトルトカレーも上がっています。ありとあらゆるものの値段が上がっています。参議院選挙に出馬予定の国民民主党、伊藤孝恵さんです。来月にも投開票される見通しの参議院選挙。伊藤さんは積極財政で人への投資を増やし、物価の上昇を上回る賃金アップの実現を訴えます。この値上げ対策について、同じく現職で立候補を予定している自民党の藤川雅人さんは、コロナ禍の経済立て直しを。公明党の里見隆二さんはガソリン代など燃料高騰への対策を。立憲民主党の斉藤義孝さんは金融緩和などを物価高騰対策に挙げ、選挙の争点にしています。さらに新人の立候補予定者は、生活に直結する賃金の改善を課題に挙げます。いろんなものが輸出されて、この地域にお金がもたらされてきましたが、残念ながらこの30年間、この皆さんのこの懐の景気、なかなか温まらないんです。日本維新の会の公認を受けて立候補を予定している広沢一郎さん、地域政党減税日本の幹事長や名古屋市の副市長を歴任した広沢さんが訴えたのは、賃金の上昇について。実際に OECD 経済協力開発機構が調査した平均年収を見てみると、世界の先進国が上がっているのに比べ、日本は30年間ほぼ変わらず。トップクラスだった賃金は今やアメリカの6割程度で、先進国の平均にも届いていないのが現状です。現時点で現職4人のほか、共産党の須山初美さん、れいわ新選組の我喜屋宗次さん、社民党の塚崎美代さん、 NHK 党の斉藤光成さんなど、少なくとも11人が立候補する見通しの愛知県選挙区、値上げ対策を争点に4議席が争われます。